特に変わっておりません。ただ違うのは我々の気合だけです。母の言葉を代読させていただきます。21年前、よさこいソーラに見せられて焼け原ソーランという団体を立ち上げました。第1回よさこい像の実行委員となり、踊りまたオープニングの会合も叩かせていただきましたが、その後活動を休止、そして今年私は還暦を迎えました。記念に1日だけ焼け原ソーランを復活させのこのこ参上した次第です。曲の後半は四つ子蘭優美さん、今井かぶらきさん、千代田和彦さんも応援してくださいます。楽しみにしていてください。それでは参ります。構え。